選ぶねんで、長い方が歯周病の人、短い方が虫歯予防したい人。お口開けてください。口元美容香りです。いや、歯を失う二大原因っていうのがあってやな、それってもうみんなご存知の、そう、虫歯と歯周病。やっぱり虫歯と歯周病で歯を失うこと、歯がなくなっちゃうこと、まあ、抜かなあかんようになることっていうのが多いわけよ。二大疾病って呼ばれてるやつ。虫歯で歯ボロボロなったら使われへんよね。もう根っこだけみたいになったらもう抜くしかないよね。歯周病で歯グラグラしてきて、噛んだら痛いねん、噛む力入れへんわーってなったら自然に抜けたりもするよね。そうやねん、歯なくなるのは虫歯と歯周病やから、これをやっぱりコントロールしていかなあかんわな、予防していかなあかんわけよ。で、よく聞かれんのが、歯磨きって何使うの、歯ブラシどんなんがいいですか、よう聞かれんねん。でもな、よう考えてや、虫歯も歯周病もはっきり言うてほんまは慢性疾患です。生活習慣病やで。なので、食生活がどうか、ちゃんと栄養をとって歯茎を回復させるようなものを食べてるんかとか、そういうこととか、食べ方やんな、甘いもんばっかり食べてへんかとか、そんなこととかの方がむちゃくちゃ大きな影響を与えてんねんけども、当然ながらバイ菌抗て汚い状態っていうのは口臭のもとにもなるし、ええことなんかあれへんわけよ。細菌が、バイ菌ちゃんが悪さする側面もあるわけやから、歯も綺麗に磨いてほしいなと思います。なので、虫歯歯周病を予防するためにも綺麗に歯を磨いてほしいですが、しかし、どんなんつこたらええのってことやねんけど、私はやな、これマイ歯ブラシケース、マイ歯ブラシケースやねんけど、まずフロス、まずはフロスで歯と歯の間汚れを落としていきます。その次、じゃじゃーん、歯間ブラシを使います。見て、この歯間ブラシな、最近これに変えてんけど、昔はよく売ってるガムとかの歯間ブラシ使っててんけどもやな、今はクラプロックスの歯間ブラシを使ってます。クラプロックスって、そうやね、今から使う歯ブラシとかも全部クラプロックスを使ってんねんけど、普通のこういうブラシ、一般的な歯ブラシもそうやけど、ナイロンやねんな、毛が。でもこれは特殊なファイバー素材やのよ。だからすごいしなやかやし、毛自体がめちゃくちゃ強いし、長いのよね。で、この芯棒も丈夫やから、折れにくいねん。これ重要じゃない？歯間ブラシってさ、引っかかって折れたとかになったら焦るやん。でも、折れにくいから長持ちすんのよね。ちょっとこっちの方が高いねんけど、長持ちして汚れが取れやすい方がええことない？せっかく使うねんから、そっちの方がええやん。これもいろんなサイズがあんねんけど、こうやって差し込んでいきます。フロスの次は歯間ブラシを使うねんな、ラプロックス。ほんで、次はどうすんのって言われたら、じゃじゃーん、ちっちゃい歯ブラシ、クラプロックスのちっちゃい歯ブラシやねんけど、これも実は2種類あんねんな。これとこれ、ちょっと毛の長さちゃうの分かる？開けてみるわな。じゃーん、ほら、毛の長さ違うやろ。歯周病の人は歯茎をケアしたいから、よりしなりがある長い方を根元こするっていう風に使う方がおすすめです。でも、まだまだ子供ちゃんとか若い年代で虫歯が私は多いのよ、虫歯を予防したいのよっていう人は、ちょっとしっかり磨ける短いのんで、歯の溝のとことか噛む面なんかを磨いてもらったらいいかなと思います。これももちろんナイロンじゃないで、ファイバー系のブラシなので丈夫で、くたりにくいねんな、すぐ広がってしまったりするやんか、ナイロンの歯ブラシって。でもこれはくたりにくいのでおすすめです。これでしっかり根元とかをきれいに磨いたら、次はこれ私が使ってる歯ブラシ、開いてきてる？大丈夫かな。これで磨きます。これもクラプロックス。これな、私が使ってんのはクラプロックスの、これいろんな色があるんやけど、5460って書いてあるやつ。毛が5460本あんねやんか、ふわふわやね。これを使って磨いてます。ただし、虫歯予防するぐらいの人はこの5460で十分です。ただ、歯茎が腫れてんねん、血でんねん、痛いねんっていう人は、これよりもっと柔らかいのがあんねん。
歯周病予防したい人はこっち。じゃーん、クラプロックスの12,460本、毛が12,460本生えてるやつ。これはもっとふわふわで柔らかいねんか。ええー、でこれ、じゃじゃーん、ゴールドラベルやで。さっきはさ、だってこんな感じだったよ。ゴールドラベルやで、ええやつや。ほら、なんか目が違うと思えへん？さっきのこれ、私のやつとちょっと目が倍ほどさ、毛多いからさ、細かいやん。ふわふわやね。本当に柔らかい力で磨けへんかったらすぐ開いてしまうので、歯茎が弱ってるような歯周病の人はこれで優しくふわふわって歯と歯茎の隙間を磨くのが一番いいと思います。なので自分はどっちなんかな、ちょっとしっかり磨いた方がいいんかな、それともふわふわでいった方が歯茎弱ってるよねって思うんか、それで選んでもらいたいと思います。ちっちゃい歯ブラシも歯茎の周りを優しく磨きたいんか、歯の噛む面とかの溝をしっかり磨きたいんかで選ぶねんで。長い方が歯周病の人、短い方が虫歯予防したい人の方がええと思うで。もちろんそれ以外にも歯茎の際のところに三角形がある人は歯間ブラシも通して、そう、一番初めはフロスから始まるよ。細かいところから掃除を始めて、だんだん大きくしていくのがお掃除として一番綺麗になると思います。皆さんもクラプロックスいろんなシリーズを試してみてください。一番お気に入り、一番おすすめです。ほんでほんで、虫歯と歯周病から自分を守っていこう。いつまでも綺麗な元気な歯で美味しく食べようね。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またねー。